初期の私だって信じてもらえないと思うんですけど、現場とかいつもボサボサで、ブリーチできるって聞いた時はめちゃくちゃ嬉しくって。上白石萌歌のルックバックマイビューティースタート。三つ編みがすごく可愛くて、津田まさきさんが生徒みんなに見えますプライベートでは私はコテとかがちょっと使えないので、ストレートで伸ばすぐらいか一つにくくるぐらいですね。そうですね、ちょっとできるタイプではなかったみたいで寝癖を直すぐらいしか、そうですね、あんまりやってないですね。よくメイクさんがやってくださる三つ編みがすごく可愛くて、よくお仕事終わりにそのまま帰らせてもらって、ほどきながらどうなってたんだろうって確認する時間があるんですけど、やっぱ分かんなくて。でもプライベートでもそういう髪をアップする時のアレンジとかはいくつかできるようにはなりたいなと思います。お仕事の時は、洋服のフィッティングを先にするので、その洋服を見て今回はどうしていくかっていうのをメイクさんと相談して、その洋服に合わせてリボンの色を変えたりとか、髪の質感はこういう風に作っていこうっていうのをみんなで話し合ったりする時間はあります。プライベートはもう全くできないので、帽子かぶってごまかすみたいな感じですね。美容以外にも健康とかリラックスに関心があるんですけど、発酵温浴っていうものがありまして、今結構流行ってて、それこそ私ホットペッパーで予約して行ってるんですけど、いつも今サウナってすごい流行ってるじゃないですか。私はサウナより個人的にその発酵温浴の方が好きで、人が入るサイズの箱の中に入るんですけど、砂風呂みたいな感じで、あったかいこうおがくずとか米ぬかを混ぜたものを体に乗せてもらって、でそこで15分間じっとして汗をかくっていうものなんですけど、すごい汗も出てくるし、マラソンの後みたいな体の状態になるんですよ。バクバク心臓が鳴ったり、その15分が私すごい好きで、全部の電気とか電波から放たれる瞬間というか、それが割と美容というかそのリフレッシュに大事な時間ですね。これは私がいつも現場に持ってきているカバンなんですけど、ちょっと大きめですよね。台本を持ち歩くことが多いので、台本が入るサイズでいつも考えていて、ちょっとお稽古バッグみたいな大きさのもので、これは古着屋さんで見つけたカバンです。なんかちょっとジャガードっぽいやつ、あんまり紹介したことないですね。まずは一番大きいものから言うと、台本カバー2019年に出演した3年 A 組っていう作品の時に、津田まさきさんが生徒みんなに一人ずつくださったすごい大事な台本ケースなんですけど、ここにブッキブッキレコードって書いてあって、このブッキブッキレコードのブッキっていうのは津田さんの役名から取ったものの、その遊びみたいなのでついてるんですけど、革の台本ケースで、これをにいつも作品の台本を入れてます。これをみんなでもらった時に、これ絶対ボロボロにしようねって誓ったもので、思い出深いものです。あ、もう全部これです。まあ、もう一回り小さいのもあったりするんですけど、だいたい A4 サイズですね。そうなので、まあ、これぐらいはないと、まあ、これもちょっとギリギリなんですけど入ります。続いて、私本読むのが好きでして、いつも本2冊ぐらい持ち歩いてます。谷川俊太郎さんの本で、これは工藤レインさんの本で、これは食べ物についてのエッセイで、工藤レインさんって結構食のエッセイを書かれる方なので、一個の章がだいたい2ページぐらいで終わるので、ちょっとした隙に読んだりとかしてます。で、谷川さんはずっと昔から好きな詩人の方で、これは詩集というより断片的な言葉たちみたいな感じなので、パッと開いて読んだりします。結構いろんな方と接することが多いので、レターセットをなるべく持ち歩くようにしてて、私手紙をめっちゃ好きでしょっちゅう書いちゃうんですけど、
それこそ20歳の自分への手紙とか6通ぐらい溜まってるぐらい手紙が好きすぎて人にもたくさん書きます。なるべく常備して何かあったらお礼ができるようにしてます。あとはポーチですね。私すごいちっちゃいですよね。私は香り物がすごい好きなのでロールオンのもの、スースーするやつとか、これシゲタっていうオイルなんですけど、こういうのを本番前に塗ってリラックスさせたり、大学の親友からもらった香水で現場に寄ってつけたりつけなかったりします。こういう香り物とかちっちゃい鏡バームが入ってるんですけど、ちっちゃいのとかリップクリームとお茶お茶蜂蜜紅茶を入れてます。あと漢方とか、調子悪い時は風邪薬。リップケースもすごい便利で、これも大学の友達からもらったんですけど、ここにミラーがついてて、ここから取り出してこう見ながら塗れる。スマホとイヤホン。これ私の好きなマムアンちゃん、どっちもマムアンちゃんっていうタイのキャラクターなんですけど、で私物をなくしやすいんですけど、なくしやすいものにシール貼るとなくさないよって言われて貼ったらなくしてないです、はい、音楽は移動中ずっと聴いてるので、もうオールジャンル、あでも好きなアルバムを一生聴き続けるタイプで、1年の終わりにあなたこれをよく聴きましたみたいな出るじゃないですか。あれでもう何千時間もその人のこと聴いてたりするぐらい、お気に入りのアルバムがあるとずっとそれを控え室で流すので、今年は WOW TONIGHT に今年知ったんですよね。ギリ生まれてんのかな、多分2000年代じゃないですよね。アマートのドアメぐらいですね見えます、見えるやつ絶対現場に持っていくものですね。私のカワウソで、ちょっとこれ持ってると不思議ちゃんみたいに思われるんですけど、このカワウソは共演者の方がなんか休みの日に UFO キャッチャーで撮ったものをくれたんですけど、クッションとして背中にこうやって敷いて座ったりとか、移動中に車の壁にこうつけてここに持たれて寝たりとか、本読む時とかにこうやって肘を置いたりするようにいます。たまに背中からこう尻尾が生えてる時があってこれはちょっと、あ、そうですね、割と餃子の時代もありましたし、あと最近なんかよくいただくんですよね。この前はジュゴンをいただいたんですよ。ちょっとこの子が廃れてきちゃったら次はジュゴンになると思いますまあでも大人のかっこよさって、肩の力の抜けてる人とか、あまり自分をよく見せない人、飾らない人が私はすごく好きなので、自分もそうありたいなと思うので、必要以上に自分をよく見せようとしなかったりとか、なるべく素でいることが自分にとってはすごく大事なので、まあ、そういう意味では緊張ってものすごく邪魔をしてしまうものなので、なるべく緊張しない体を作るようにしたりとか、心を作ることが表現の中でも大切かなと思ってます。いやでも多分人のための自分磨きも結果的に自分に返ってくるものだから、どっちも大事だなと思って、すごい恋をして輝く女の子っているけど、それって結局自分に返ってくるものだったりするから、どっちもっていうのではダメでしょうか。なんか真面目な話になっちゃうんですけど、今すごいルッキズムとか、なんか自分の美意識を人と比べたりとか、その自分が生まれ持ったものを嫌だなって思うこととか私も思ったりするんですけど、個性って変えないと思うので、自分の個性を大事にしながら、自分が生まれ持ったものを大事にしながら、自分の思う美しさを追求していけば素敵な生活が送れると思いますので、一緒に自分磨き頑張っていきましょう。私の Look Back My Beauty いかがでしたでしょうか。私はこういうインタビューを受けたの結構初めてだったので、とても新鮮でした。みんなも自分の中に眠っている個性を信じて、これからも一緒に美を磨いていきましょう。
じゃあねいかがでしたでしあすいませんホットペッパービューティー